学校は朝9時から夕方の4時まで行くより1時間これ聞いてるわ、このままやったのかなって。ちょっと遅れてごめんね。いや大丈夫ですよ。おはようございます。よろしくお願いいたします。税理士とのやつはどうやった？面白かった？うん、面白かった。あ、そう、今回めっちゃ面白かった。今回は今回はなんかそのなんだろうな、お金のその根本的なところというか、そのなんだ、国のあの人がね、差し押さえの件で、その、根本的にな、その、もう潰しにかかってるってまっちゃんの話があったじゃないですか、なんか。うん、あれがすごく話聞いてて、まあそりゃそうだよなって、まだまだあそこにアサインすることねえよなって話してて。で、まあ、そりゃそうだよねっていうことが、世の中、むちゃくちゃ大なってきた。だから結局なんか、まっちゃんが前言っていた、その、現実、うん、なんていう、今までは隠してやってたじゃないですか。それが見えない、表面化しないように。うん、でも今それが、誰でもその見れば分かってしまうような時代になっている。うん、ところが、違うのかなっていうのを昨日動画をちょっと夜な夜な編集してて感じましたね。まあでもね、はい、まあ見るところを見ればっていうかな、まともに見れば大体、ね、全部がもう暴かれていってんねんけど、まだ分からん人にはまだ全然分かってない。というか、僕も正直言っちゃうと、その、きちんとまっちゃんのように、うん、その正直なところ、その経済を見てるかっていうと、見てはないくて、まあ、自分自身好きなことをやっちゃうタイプだから、うん、やっぱり好きなことを、うん、研究しちゃってるので、見てないわけですよ。うん、そんな、うん、まっちゃんの場合は見てるので、おそらくそれが分かるんだろうなって、本当は見ないといけないんですよ。全体と、全体をちゃんと一人の人間として、うん、まあ一人の人間というという大げさですけど、うん、見ないといけないんだけど、どうしてもそこが良くないよねっていうのは、自分、日々反省はしてます、本当は。ああ、でもね、いいよ。もう時間かかるんで、毎日毎日。あ、本当に。いや、まあ、いい意味ですよ。まっちゃんはまあ、これ言うとまっちゃんに怒られるかもしれないですけど、暇ですからね、まっちゃん自身が。いやいや、そんなわけじゃないけど、まあ、俺の話聞いてたら大体おまかなところは。そうだ、それだからすごくありがたいから、正直、あまり研究の方を優先しちゃって、まあ、それだったら自分の技術革新しちゃった方が自分にとってはいいかなっていう、それをやってしまってるのは、本音のところございますね。まあ、細かいところ、いつもの話じゃないけど、細かいところはあだこうだ言っても仕方ないんで、大きな流れっていうかな、大枠はこんな感じですっていうのも、皆さん分かってくれてると思うんで。うん、なんていうかな、細かいところを言ったところで仕方ないんで、うん、でね、ね、はい、いや、煮詰まってきましたね。これだすごい。街からその毎回煮詰まってきましたね。ちょっと何の観点を見て煮詰まってきましたね。いや、ですか、まあ、アメリカはな、はい、すごいよ、銀行がもうなんか大量閉鎖してるからな、支店ベースやけどね、まあ、JP モルガンもそうやし、バンコブアメリカもそうやけど、うん、すごい数の支店が閉鎖していってるからな、おそらく、今日は5日です、5ですね。5日の火曜日よな、うん、はい、はい、だから先週ですよ。先週64か65ぐらい支店閉鎖してたよ、アメリカ。え？そんなにですか？うん、もうだから閉鎖するっていうことは、要はもう資金、なんていうかな、預金引き出しとかいろんなもんこともあんねんけども、まあもう持たないよねっていうかな、もうコスト削減っていうか、うん、そういう方向へ行ってます。これは今まで、僕、米国のお金のキャッシュとかの仕組みをよく理解できてない人間なんで、わ、うん、かんないんで、ちょっと質問させていただきたいんですけど、この子、うん、なんだろうな、そこまでもうリスクがある状態で、よく今まで、要は運営できてましたよね。
正直言っちゃうと。で、それが型崩れてきて、その全部のロジックが外れたからどんどん閉鎖してるってことですよね、要はね。要はね、分かりやすく言うと、アメリカってどういうふうに、じゃあその経済的なもんって成り立ってたのって、簡単に言うと、はい、借金を借金、借金に借金を重ねて回ってただけっていう話が分かりやすいです。ああ、要は上から潰して潰して潰してってことなんだ。あ、なるほど。違う、借金、借金に借金を重ねるっていう形ですよ。あ、うん、それいくまでたっても返済できないという状態ですよね。で、そうそう、いつまでたっても返済できないというよりは、新たにまた国債発行して、国債っていうのはいわゆる借金なんでね。あ、うん、でその借金に借金を積み上げていって経済が回ってただけっていうだけの話。見せかけじゃないですか。そう、見せかけなんですよ。だから要はその、じゃあ実体の部分の経済っていうのはどうなってたんかって、やっぱ消費大国っていうことで成り立つんです。要はその大量に発行、借金して発行したドルを使って大量に消費すると。あ、なるほどね。うん。で、それで経済が回ってたっていうことなんですよ。よく回りましたね。そうですね。うん。借金に借金を重ね、もう今、まあ、天文学的な借金になってんねんけどな。で、まあこれいつも動画やってるのに、いずれは終わらなあかんわけですよ。まあそれはもちろん、そのよく言うばっちゃんがおっしゃってるそのゴール地点になりますよね。いずれはやめなあかんわけよな。そうだそうだそうだ、うん、でここへ来て、なんでじゃあそんな経済一気に悪なったんっていうことで、うん、あの末端のね、消費の部分もそうですよ、うん、なんでそうなったんって言ったら、うん、はい、金利なんですよ結局。だからで金利を上げていくということは蛇口を閉めるっていうことなんですよ。要は借金したら金利がね、利息がかかるわけでしょ、うん、ほんだらこの 5% や 5% や 6% やいうような金利になってくると、誰も借りないわけですよ、そんなもん。資金調達、まあ、それ買えないですね。まあ、買う気ないですよね、うん、借りないわけよ。資金調達して、うん、その投資しないわけよ、うん、でしょ、はい、でそうなっていくと、そのマネードルっていうマネーの総量がちっちゃくなっていくわけですよ。引き締めてるってことですから。あ、はい、要はドル不足って形ですよ。キャッシュじゃないです。キャッシュが回りませんもんね。要はそうですね。で、そこにその国も、国自体も、その要は金利が上がってるから、はい、新たに国債発行した、その要は、要は中央銀行、はい、FRB から借金した、金ですわな、はい、借金ですよね、はい。これの金利の利払いだけに追われていくわけですよ、結局は。あ、うん、ね、で、さらにその国債が、その、ね、要は金利がそういう金利ですから 5% の金利つくわけですからな、はい、それを今度は、まあ、これもその国債を買ってもらった人たちに、国債を買った人から見たら資産やけども、国債を発行した側から見ると、要はなんていうか借金ですよ結局は。金利を、だからこの金利だからね、経済、今のマネーシステムですよ。もうこの先はちょっと違っていくんやけども、この今のマネー、はい、そのドルを中心としたマネーのシステムっていうのは、うん、ロスチャイルドの金融システムですよね、はいはいはい、これは金利が全てなんですよ。金利が全てなの、うん、金利を上げたり下げたりすることでこういう風になるよ、マネーを引き締めたりな、うん、でまあまあ愛ちゃんの質問で簡単に言うと、要は借金に借金を重ねて回ってただけっていう、要は幻想のシステムですよ、うん、だから借金がないと、そもそもこのマネーのシステムって成り立たんねんけども、そもそもがただしすぎたよねってことですよ。でそこへウクライナやとか何やとかあったでしょ、コロナがあったりとか、ありますね、あれでまたバンバン金巻いたわけですってね。それはこうなるんですよやっぱり。だからこれもいわゆる作戦というわけじゃないけど、今回のこのロスチャイルドの金融システムのこのドルよ、これを終わらそうという作戦の一環ですよこれ全部、うん、コロナから全部そうですよ、ウクライナから、そういう話ですね。全部要は繋がっているから、もう全部、いや、うん、だから結局のところその、うん、ドルをなくすことによっての、まあなんだろうな、今その作戦っておまっちゃん言葉を使いになってるじゃないですか、うんうん、で、なんだろうな、ドルをなくしたことによって一番喜ぶのってどこなんですか。ドルをなくしたこと、要はこの今のこの状態になってるので、今のドルを潰すってことですよね。そう潰すってことで一番メリットがあって喜ぶのってどこになるの、誰もないよ。分かりやすい言ったら一般の我々民ですよ、うん、民がいいんだ。そうだから今まではこれドルってね、分かりやすく言ったら武器なんですよ、うん、武器分かるよね。だから武器と言われても、あの戦争の武器みたいなそのイメージじゃないですけど、一緒です、うん、はいはい、このドルが最大の武器やったわけですよ。
ドルを使って原油を抑えたりとか、ね、ああはいはいはい、そういうことね、はいはいはい、このドルを使って世界経済を世界いろんな国々の経済を締め上げるとか、はい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 、ええかな、要はでこのドルを使って武器作ったりとかな、いろんな、はいはい、それはそうですね、うん、ええかな、うん、でね、要はもっと分かりやすいと、このドルでほっぺた叩いとったわけですよ、はい、我々民衆の、はいはいはい、まあそれはイメージはきますわけよ、そういうことなんです。だからじゃあこれドルも円もリンクしてるんですよ、まあまあそうですよ、絶対世界の通貨はでもドルが中心になってる感じ、ね、ユーロもな、ユーロもリンクしてるわけよ、西側っていう、はい、でだからルーブルも出ていったわけですよ、ブリックスっていう、はいはい、これ分かるでしょ、やっと分かる、やって分かる分かる、うん、要はドル支配から、ドル支配から抜けますってことなんですよ、ドルという価値が低迷することによって、それはもともと持っている市場の価値がどんどん下がっていくから、本来の型が崩れていくってのはその通りですよね、うん、だからみんなね、ドルが崩壊していくっていうのはアメリカが崩壊イコールアメリカみたいなイメージ持ってるんですけど、うん、全然違うんですよ、まあ、全体が崩壊はしますよね、うん、いやいや全体というよりアメリカ自体もこのドルに乗っ取られてたっていう構造なんですよ。そもそも、まあ、それはもうドルのレシピを勉強すればいいんだよな、本当はな。だからドルの歴史を勉強しようと思ったらいつもの話だけど、その前のポンドも勉強する。ああ、ポンドと、その辺を勉強すれば全部の理屈は分かるってくるんだろうな、多分ね。だから、イギリスのポンドっていうのも結局は乗っ取られてたわけですよ。ああ、牛耳られてたわけですよ。誰が乗っ取るきっかけを作ったんでしたっけ、まあ、だからいやいや、それいろんなおるんですよ。いろんなやつが、オーケーもあれやな、オーケーもあれば、ね、うん、ぐちゃぐちゃになりながらいろんなおんねんけど、はい、基本的な部分で言うと、イギリスポンドのところの流れで言うと、ロスチャイルドですよ。ロスチャイルド、はいはいはい。うん、ね、もうおらんようになってるけどな、はいはいはい、うん、彼ももう締め上げられてるから。はいはいはい、でね、もっと分かりやすいと、そのイギリスポンドも乗っ取られ、アメリカドルも乗っ取られと、はい、で今回、まあ、みんなもご存知のようにキッシンジャーっていうのが一応今回死んだことになったわけですよね、うん、一応100歳と、うん、本当はもうちょっと前に死んでるはずやねんけどな。で今回あれが死んだっていうことはどういうことを訴えてるかっていうと、あのキッシンジャーっていうのはその中国を大国に育てたみたいな人なんですよ。わかりやすいと、中国とよろしくやってるみたいなな、すごい、まあ、今の場合偽物の場合でもそうじゃないですか。だからね、みんなね、アメリカはアメリカ、中国は中国じゃないんですよ。だからそのドルを使って中国を巨大化させたっていうふうに分かりやすい、まあそれはだってそうですよね。だって結局中国という国がどうやって大きくなったの場合はそういうことですもんね。だってどっかからお金が入ってこないから、それは人材も動かないし、人も動かないから、体制も動かないから裕福なんだよな。はいはいはい。このドルという武器を使って中国をあそこまで膨らませたわけですよ。すごいな、それはそれで。わかる？なんとなく。それはイメージつきました。で、はい、で米中っていう対立構造が、そもそもないものをあるもののように見せかける。はい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 、はい、ええかな。すごく勉強になりますね。だそこで摩擦が起きるから、はいはい、武器が売れるわけですよ、また。うわー、なるほどね、武器がね、なるほどね、うん、そういう金儲けの構造を作ってるんですよ。あ、よく、まあ、作りましたよね、そのお偉いさんがね、その昔のお偉いさん。いや、偉いというよりは金の重さですよ。よくその金の重さがそういううまい仕組みを作り上げましたよね。それが出てくる尊敬ですわ。だからね、簡単に言うと何やってきたかって、今までここ300年400年何やってきたかっていうと、うん、対立構造を作るんですよ、結局は対立道路を作って戦わせて、そこにお金を投じさせて、お金を動かして、そのマネーは両方ともドルを入れるわけですよ。で、その前は両方ともイギリスポンドを入れるわけですよ、はいはいはい、でその前の時代はオランダギルダーとか、ああいうものを両方に与えるわけですよ。うん、両方に同じ金を与えて対立構造を作って、また武器を売って金貸すっていう、このシステムなんですよ。そこが要はだから、ああだこうだ言って、戦争をなくそうなくそう、平和平和って言ってて、それはある意味建前であってってことだ。だからこれからそういう、まあ、局地的な小さい紛争はあるにしても、その第二次世界大戦とか第三次世界大戦みたいなものは起こりませんよっていうのはこういうことなんですよ。要はプーチンがいつも言ってるように多極化させるってことなんですよ。要はね、はいはいはい、
大国みたいなものがあるから、そこの力があるから対立構造が生まれて戦争って起こるんですよ、はいはいはい、でもみんなが各国に閉じこもって、まあまあ鎖国じゃないけどミニ鎖国みたいな、はい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 、元に戻っていくとこういうことは起こらんわけよ、はいはいはい、要はそこに乗り込んできて入り込んできてまたドル貸すからって言って、うんうん、両方にドル貸してやらせるやつを今粉砕していってるっていう話なんですよ、うんうん、そういうことなんですよ今やってるのは。これが作戦なんです。分かってきたかな。そうね、やっぱりドルが中心になってる世の中に、うん、あの中心はドルです。この物事の中心はドルです。中心はドルがもう伝えられなくなってくるからリセット しない、まあ、そこに日本も依存しちゃってる部分があるからってことだね。だからね、この動画では何回か言ってるけど、戦争を止めようと思ったら金止めたら簡単なんですよ。金が来んようになったら武器も買えんし兵隊も、ね、はいはいはい、逃げていくし、だから今このドルを止めてるわけですよ。そういう話です、うん、じゃあちょっと一個だけ疑問に思うのは、でもさっき日本の政治の話を、ね、この間されてたじゃないですか、デイビッドね、うん、で日本の政治の根本的な作りっていうのは、まあ、いわゆる敗戦によって、まあ、今の状態を作られてるじゃないですか。それもやっぱり、まあ、ドルも依存しちゃってる部分もあるってことですよね。要はドルがあるからこそそういう構造になってしまい、で今の政治になってしまってるっていう形でいい、ね、それとも根本的な日本の体質、要は日本人という特有な民族地がああいうことをさせてるか、どっちなんですか。あのね、もともとその政治的な構造そのものでいくと、まあまあ作られてますよ、アメリカにな、まあ、GHQ のやっぱりそういうことですよね、うん、作られてますよ、はいはい、ただね、はい、あのじゃあそのドルが日本を乗っ取ってるかっていうと、意外とそうでもないところがあって、よろしくやってるやつらがやっぱおるんですよ、政治もそうやけど、やっぱり、うん、だからその例えばね、日米安保みたいな話ってあるでしょ、はい、要はアメリカが米軍が駐留して、日本を守ってやると、はいはいはい、核の傘やな、よくありますわな、そういうのな、うん、まだおるけどね、はい、もう全部引いていくからな、最終的にはもうあと2年もあればもう全部消えるけど、はい、要は日米安保っていうのは核の傘、その代わり金出せとアメリカは言うわけよな、まあ、要は金というか、まあ、ドル買えみたいなことですよね、うん、日本は、うん、こう金出せと、国債買えと、はいはいはい、ね、お前のこと守ったるからと、うん、いうことやってるわけよね、うん、あれもね、ある種商売なんですよ、うん、商売でやってるわけ、そうだよね、うん、でじゃあそれアメリカから見ても商売やけど、アメリカから、はい、側から見ても商売やけども、日本の政治側から、清和会ですよね、はい、うん、今潰されていってる、はい、あれから、あの連中から見ても商売でよろしくやってるわけですよ、あ、まあ、確かにその方が景気削減にも、いや、キックバックよこせとか抜いてるわけよ、中抜きしてるわけよ、あそこ、そういうことね、うん、そうそう、アメリカから例えば要求されるのが、日本円でいくと要求、例えば、年間2兆円出せとか、ね、うんうん、ね、年間3兆出せとか、うんうん、いう時にやっぱりそこは中抜いてるわけよ、日本の清和会もよろしくやってるわけですよ、そこ、ちょっとその辺、ちょっとお金をこっちにも、ちょっとこっちにもよこせとかな、そういうことやってるわけよ、だからお互い様っちゃお互い様ないの、まあ、ただその米軍っていうのはそもそも本来はあれは日本守ってるっていうわけじゃなくて、アメリカ側からすると日本を監視してるっていう方向ですよ、一番最初の元はな、ね、日本が二度とまた立ち上がって強ならんようにと見張ってるっていうことなんですけど、ただね、ただトランプ、まあまあ今度出てくるけどな、もうちょっとしたらトランプ次で、トランプからすると要は日本から踏んだくられてると、日米安保で、そういう考え方っていうかな、要は、うん、安すぎると、日本のおもりするには今の予算じゃ安すぎると、もっと金を起こすと、本当やったら5倍かかってると、あ、そういうことね、トランプの言い方からするとな、あ、まあまあまあ、本当やったら5倍かかってると、だからもうこんなもん撤退やと、再三はと、でトランプはつきましては、日本は今まで何十年も守ってきてやった5倍分の相当の分をもう一回よこせって言ってきてるわけよ。面白いね、トランプじゃ面白いこと言い出したね。いや、あれだ、ね、商売人やからな。まあ、それは間違ってないけど、その証拠のエビデンスはどこにあるんだったら話ですけどな。で、多分この5倍分やったはずの不足分ですよ、過去何十年にもわたった。これを踏み倒されると思うんですよ、今回は。うん、踏み要は日本が買ってる国債をここで踏み倒される。お前とも何十年も未払いやるやろと。お前やったらこの値段とお前の未払いやと。これ踏み倒すと、こういう風にされると思うんですよ、多分。なるほどね、なるほどね、
うん、その辺の爪っていうのはね、やっぱりね、アングロサクソンとかな、あの連中はな、なかなかしっかり作戦だって動いてるね。何やったっけ、愛ちゃんの質問。政治的なもんですよね、体制ですよ。体制が日本特有の体制なのか、そもそもね、うん、日本特有な部分なのか、それとも、海外から依存されてる部分があって、では海外で敗戦してから日本ってのは関心になってしまって、まあそれでどうしても負け国家になってるから、それで続けていく経済っていうのが、それが一番を引いてるのか、どっちなのかなっていう。大きな枠組みで言ったら、やっぱアメリカの言いなりですよ。第二次世界大戦。やっぱりそうだよね。やっぱり結局そこがきっかけで、ああいう体制になってしまって、うん、なかなか、いや、本来、日本人って調和の人たちじゃないですか。お互いが思い合えるっていう素晴らしい国だと思うんです。本来の形であれば。ただ、そうじゃないってことは、そうじゃない、あんな会議のところでね、この間も話してましたけど、くだらない話をして、前に全然進まないってことは、何かしらのものが入ってんだろうな、そこに、要は、いろんなものが入っちゃってるんだろうなっていうのがあって、うん、もっとスムーズにいくはずなんじゃないかなって思うんですよね。そこにまあ AI 使うとか、まって言ってましたけど、まあ確かにそれもありなんですけど、ただ、日本人の特性でそこまでぐしくじゃ、細かいこと言う民族なのっていうところがあって、いや、あのね、あのそもそもね、じゃあ日本の民族、うん、日本人みたいな話でいくとな、うんうん、ああいうそのいわゆるピラミッド型というか、はいはい、その要は上からその王様が出てきてな、下々の皆さんこうですよみたいなな、はいはい、ああいう形って合わないんですよ、そもそも合わないですね、うん、そうですね、うん、やっぱりね、欧州ヨーロッパなんかはどちらかというと王がおってな、はいはい、王様がおって皇政って言ったらこう動き、民が動くみたいな、はいはいはい、そういう歴史なんやけど、日本の場合って意外とそうじゃなくて、はいはいはい、国の偉い人なんておらんでいいよねみたいな、別に。まあまあ日本ってそうだって、日本ってまあいわゆるそういう国ですよね、結局みんな 今でもそうでしょ、無視してる人多いでしょ別に、うん、基本的にだって、まあ一応建前としているけど、うん、まあまああのあまり言えないんですけど、まあ、天皇様もそうなんでしょうけど、まあ、って僕らも手合わせて、ああ、いいともありがとうございますとは言ってるんですけど、ただ、まあ、そこまで重要視してないことが多いかな。もうそれでいいと思う。そこまで、一応建前として、まあ、そういう文化だから、そういうことをやってるけど、じゃあ、本質のところの根っこの部分にやると、そこまで、その人たちがいないと、僕ら死にますっていうレベルではない。っていうのが日本人だと思う、うん、だから権力的なもんとか権威的なもんとか、うん、そういうもんですよね。だから権力的なもんとか、うん、権威的なもんとか、うん、宗教的な概念とかな、はいはい、これで人々を縛るっていうのは日本の場合は相当難しいと思いますよ、うんうん、まあ、まあ生き方的にそうですもんね、過去の歴史がそうやから、うん、まあそうね、だって、だって歴史とか、まあ、戦国の時代もそうだもんな、あんまりな、確かに、うん、あんまりね、そのお上がおらんかってもね、うん、民が自分ら同士でやってるんですよ、自分で勝手にできて、だから逆に優秀ですよね、仲良くな、だから俺がいつも言ってるように、財務省もその、まあ、官僚も政治もそうやけど、役所もそうなんですけど、はい、いつもこれ何十回も言ってるけど、邪魔してるっていうイメージですよ、連中が変な法律作って、がんじがらめにして。まあ、そうです、だから、そこに何ちかしらのものは依存されてんだろうなっていう、海外とかいろんなものが入ってんだろうなと思っちゃう。その法律権威ですよ、法律と権威、権威と法、権威と法律を使って、今度はその利権を作るわけですよ。やっぱああいう役人官僚、まあ、まあ利権はそうだろうな、だからいくらね、おいしい 甘くなりもそうだし、車の免許もそうだしね、だからこの動画でも言ってるように、我々ちょっとでもそこの それの外に出ようっていう話ですよ、結局は、うん、あんなもんに踊らされたくないっていう話ですよ、もう。まあでもそれは逆に言っちゃうと、自分の中でそれを気づくか、気づく環境か、一回それを嫌な思いで味わってないと、それを知らない、知れないっていうのは面白いですね。だって普通検索して、じゃあこの動画が発見されたかって絶対ないですよ。だって、じゃないですか。僕もある程度いろんなものを見て、結局こうなって、こう、わかるようになりましたけど、うん、それをどうしたらいいのかなって日々思いますけどね。まあ、大枠の流れはね、今さっき言った通りで、でまあ、世界も日本も同じで、で我々個人も同じようになっていきますよ。だから、はい、要はもうその大きな権威的なもんとかな、はいはいはい、うん、そういうものがガタ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 崩れていくってことですよ。うんうん、
だから本当にその個人がそれぞれいろんなことを学んで知って、自分のその地に足固めてやっていかんといけないですよっていう話ですよ。これでも流れみんな掴んでると思うんですよ、もう。いや本当にね、これの話、多分もう公開してる時には今日、だから今日何、5日の18人公開されるんで、あれすごく分かりやすかったっす。だから、あの動画見て、なるほどねっていう形で今日話すと、ああ、そういうことかっていうのは、筋道、まあ、毎回同じことばっかり言ってるから、ちょっと疲れてきたね。まあ、でもあれはすごく分かりやすい。まあ、でもこれだけ聞いてもらってると、大体流れはみんな掴んでると思う。掴んでるし、やっと僕も腑に落ちましたけどね。でもね、結構マッチの言い方が難しいっていうか、抽象的な時がたまにあるから、分かんないときはたまにある。いや、具体的にしてしまうと、そこだけを見るんですよ、みんな。ああ、そういうことだから、ちょっと分かりにくくなるんです、やっぱり。分かりにくいと思います。だから、これ何度も何度も聞いて、頭の中で言って、英語と同じじゃないですか。英語も何度も何度も聞いても、自然と自分の中にインストされると思います。で、具体的にやるとね、いろんなことを話すのに時間がかかりすぎて、あまりに。まあ、細かいからね、細かい。まあまあ、だからそこにまた根っこがあるから、特に詳しい人はそうですよね、多分。時間かかりすぎてな。そんなことやってられないんで、なんか大枠だけ知ってればな、流れだけですよ。でもそれ意味だと、その娘さんの話してた、その船のその修理隊の含めて、そのエンジン、すごい高いから、そっちの方が医者よりいいじゃないかって発言、最後の方にあったじゃないですか。それすごく僕印象的にあって、結局、あれもそうなんでしょうけど、要は知らないといけない。知らないといけないってことです。っていうことですよね。だから、その業界についてもそうだし、その流れが、だからお金持ちがいるところに行かないといけないとか、お金持ちといってどういうビジネスがお金持ちの人が買うのかっていうのを知らないといけない。その知らっていう勉強っていうのは大事だなってのはすごく思いましたね。だからね、やっぱりこういうの意味で、その行動するっていうのもそうやしな。さっきいつもよく俺が言うような、その、今はまあこれね、ドルが一回これ終わっていくんでね、っていうことは日本円も当然ダメージ受けるんですよ、はいはいはい、いわゆる経済的なこうなんていうか混乱する時が来るんですね、はいはいはい、意味合いで、で、はいはい、だからその何に投資しようとかいろんなことあんねんけども、はい、まあ、金とか銀とかないろいろあんねんけども、はい、いつもこれ何十回も言ってるように、自分のやりたかったこととかな、本当に、はい、うん、そういう自分への投資っていうか、買ってしまおうみたいなことをすると、そこで飛び込んでいくわけですよ、違う世界ね。そうね、うん、で違う世界へ飛び込むと、全く違うジャンルの人たちがいるみたいな話、はい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 、これが多分船の世界も同じなんですよ。そうですね、同じですね、はい、うん、そういう話なんですよね、うんうん、だからはっきり言うけど、医者より儲かるわね。ね、だってこの間聞いたら、お前460万出たや、エンジンのオイル交換なのみたいな、マジで言ってるこれって思いましたよ。だからまあそういう世界があるってことですよね、うん、まあ、まあ、確かに車もそうですけど、本当にそのオリジナルの車作ってるだけで平気で2000万の車が、まあ、何台だ、100台200台売られるっていうのがあるから、本当に全くその通りなんだなって。で我々もそうやねんけど、多分ね、まあ、もうこれからもっとそうなるけど、生きていく道というか、商売の道というかな、やりがいみたいなところもそういうところになると思うんですよ。要は所帯を大きくして、会社を大きくして、たくさん数って利益出すじゃなしにね、ちっちゃい少ない人数で、1人でもいいし、少人数で利益を確保すると、高単価ね、そういうところを見つけ出すというか、でそれ見つけた、パソコンの前座って考えてても見つけ出されへんので、見つけたらやっぱ調べて、で知ってね、でやっぱ本当行動するってことですよ、そこへ飛び込んでいくってことですよね、だから全然違う人生が開けていく。やっぱりその、ね、今日のちょっとテーマにちょっとだけしようかなって思ってたところ、ワクワクって部分もそれがあって、結局。今日前振りどこまでが前振りで、どこまで前振り。これね、もうね、半分前振りと前振りじゃないっていうね、なんか前、ごっちゃになっちゃってて、まあ話が盛り上がったんでいいかなと思ったんで。はい、じゃあ今日のテーマ行きましょうか。いや、これね、急に今日のテーマ行きましょうかって言ってね、もうね、あだこで20分前振りがね、長くなっちゃったんですよ。司会進行みたいになってる。はい。司会進行にされちゃった。はい。どんなテーマだったっけ？今日はですね、その、ワクワクという部分のテーマなんですけど、まあ、具体的な、質問を用意しろって言われつつ、あれなんですけど、ワクワクする何？
要は、まっちゃんにお話したのは、人間の心理学的に言うと、まあ、モチベーションという部分の話になってますけどね。その、すごいワクワクだったりとか、自分がやりたいことになってくると、物事うまくもいくし、逆に自分が低迷してるとき、まあ、ダウンダウンとか嫌だなと思ってるときには、物事行動がうまくいかないと。いうことがよくあるというふうに、よくいろんなことがあるじゃないですか、宇宙学的にね。うん、でも、まあ実際それってなかなか言語化できない部分があるなと思っていて、これをちょっといろいろと話しながら、なぜそうなってるかっていうのを具体的になぜかっていうところをね、追求していきたいなって思ったんですよ。で、まあ、そう質問として、これすごいその質問って抽象的で僕も難しいなって思ってたんですけど、今話してて思うのは、やっぱりその、人間って最終的には、やっぱりその、まあ、24時間仕事をしろということなんだろうなっていうふうに、うん、思っていて、結局、その、なんだろうな、最終的に、まあ、ひっくるめてね、ワクワクしてる状態だと、全部がプラスな発言になるから、要は、それが伝達されて、要は、物事がね、うまくいくなっていうふうに思うんですけど、まっちゃんが、例えば釣りとかもそうですけど、僕、まっちゃんがなんで成功したかっていうと、釣り、好きなことでワクワクして、まあ、そこからビジネス展開をしたと思うんですけど、まあ、実際、まっちゃん自身はどうでしたかっていう質問。いや、それはそうよ。だから、プロダクトっていうかな、まあまあ、はい、まあ、製品ですよね。はいはい、製品をこう作り上げる時ですよね。要は、デザインもそうやし、そうね、うん、あの設計もそうやし、うん、まあそれはもうワクワクですよ。それはもう自分が使うもんですからな。やっぱそうだよね。そう、うん、結局ワクワクして作れますよね、うん、じゃあそうなると、じゃあワクワクってそもそもするためにっていうのは、なんだろうな、その僕もなんか感覚的にその好きなものがありましたから、今回だと AI 動画っていうのが好きだから、それ組み合わせてやってる時はすごくワクワクだから、毎日研究しても24時間寝る前までご飯 と子供たちと遊ぶ以外はもうそれに集中できるような状態になってるんですけど、じゃあそれになるためにはどういう、例えばプロセスを経ていく、例えばそのすごいまっそうな抽象的な話になっちゃうんですけど、例えばこういう動作をしてっていうのはなんかまっちゃん的にあります。僕も勝手になんかなってるから、勝手になんか、あ、好きなものがあった、好きなものを組み合わせてやってみたら、これだなって言って今ワクワクの状態にはなってんだけど、ただワクワクな状態が手に入っていない人たちは、どういう風だったらワクワクの状態が手に入るのかなっていうのがちょっと言語化できなくて個人的に質問もあったんですよ。それが質問の人、要はワクワクって、まっちゃんもそうなんですけど、勝手に降ってくるなんだけど、ただ勝手に降ることもできない人がいるじゃないですか。だからね、はい、ね、そのワクワクっていうのを何に求めてるかって、まあ愛ちゃんの今のさっきの質問で言うとな、その、はい、要は仕事的な時間外の世界、そう、要は、なんていうかな、ライフワークじゃない部分のところ、要は余暇ですよ、要は映画見るとかな、コンサートとか、で、そこだけをそのワクワクというか、楽しみをはそこだけやと思い込んでるみたいな人って結構おるんだと思うんですよ。思います、それはそう。でね、要は仕事自体がその苦痛やし楽しくないし、別に食べるために働いてるんだから、それ以外のところで言うか、これはこれでええんやけどな、そのそこで。いいと思うんですよ、人間が。それが、そういう人いなければ、経度変わんないんで。ただね、それがワクワク楽しめるとこやって、それでいいんよ。ただね、意外とそれっていう、そういう時間の使い方っていうか、ものの捉え方っていうすると、はい、それって結構外から与えられてるもんなんですよ、どっちかというと。企業なり、その個人なり、何々が与えてくれたもんなんですよ。提供されてるってことだよね。そうね、あなたが楽しむためとか、あなたが幸せになるために私たちが提供してあげてます、だからお前金払ってこっち来いみたいな、まあ、その受けて、そのサービスを受けろってことだよね。そうで、これはね、満足、その時その時、あの麻酔というかな、あの麻薬のような、わかりやすい、あの、なんていうかな、こう、
高揚感というかな、幸福感ってあるけど、これ何回も続けんとダメなんですよ、これは永遠と。だ要は注射を打っていかないといけない。要は、それはすごく思うのが、それが例えば、まあ、依存っていうと、まあ、分かりやすく言うと、若い子たちがよく言う言葉だと、よくオンラインゲームはそれなんですけど、まあ、結局永遠ループですよ。だから永遠に課金して、永遠に終わんないコンテンツをみんなで遊ぶ、そのワクワク感だったりとか、その行った時の、要は、その世界であれば最強になれるというね。そういうカテゴリーっていうのをみんな、まあ、エネルギードリンクじゃないけど与え続けていくんですけど、ただなんか違うよねって思うんですよね。一言で言うとエンタメですよ、うん、ですよね。そうですよね。溺れてるって形ですよ。あ、溺れ中の遊びの中のシステムで何かを楽しむ。あ、なるほどね。これ誰かとか企業が作ったシステムの枠の中で遊ばされてるって。あ、それもあれですよね。じゃあ枠の中ってことはそれを出るためには、抹茶は何をすればいいと思います。要は、どういうことをすれば、その人たちって枠から離れられます。だからね、そういう自分がワクワクすることとか、そういうことがあるとするやん、趣味とか遊びの中でな、うんうんうん。それを仕事に変えるって作業せなあかんんですよ、やっぱ。変換する作業ね。それを今度商売にしてしまう作業せなダメですよ。そういう頭を持たないとダメですよ。まあ僕もなんか運がよく単純に AI ってものが降ってきたから、それと、合致したから、超楽しいじゃんって。でね、じゃあと思うけど、それを商売にするという目線というか、うん、経営者目線というか商人目線を持って何事も行動してるとな、はい、そのエンタメのからくりというかな、はい、そのエンタメの中はどういう風になってんのとか、どんだけコストかけてどんだけ利益があるのか、例えば飲食店行ってね、はいはいはい、うん、飲食店行って他のお客さん何人来てるとか見て頭の中で数字弾くんですよ、俺らいつもなんか。いや、おもろいおもろい。あのテーブルの単価なんかいくらで、これ何回転すんねん、何時間営業してやってんねんやさ。で、バイト何人おるなとか見てまうわけよ。おもろいおもろいおもろい。だからそういう見方をできるかできないかになってくるんですよ、商人。これって面白いですね。だから商人の考え方をみんな持てってことですよね。でそうなるとそれを商売にしたのかってなるわけですよ。これおもろいっすね。それすごく僕なんか腑に落ちたわ。ただね、ちょっと俺なんか苦痛の時がやっぱりいろいろあってなっていうのは、全部俺の場合商売にしてしまうとするから、あらら、ダメじゃんそれ、もったいない。その趣味が面白くなくなっていく時じゃないですか。なんか全部、なんかそこは全部じゃなくて、これはもう遊びだっていうものは一個用意しておいた方がよくないですか。なかなかその頭にならないのよ、どこ行っても。まあ、それはまっちゃんの、まあ、まっちゃんの弱点だよね、多分ね。多分それはまっちゃんの弱点じゃないですか。だからそこはついていも、まあ、ただそれを趣味的なもんとか好きなことを、例えば船好きやとするやろ、船商売使うとするやろ。それも自分も楽しみながらお客も楽しむっていうやり方していくから、まあどっちにしても楽しんでんねんけどな。それでもまあ愛ちゃんの質問さ、ちょっとまた話がそれてるけど、そのやっぱ見方としてはそういう見方、ものの見方で見ていかんと、だからこれ、ごめんなさい、見方というのは要は自分のこれ商売としていけるんかどうかっていう、ああそういうこと、あそういう言い方ね、はいはいはい。でこれ2回前の動画で言ったけど、この頭の構造っていうか、こういうものの見方をするようになるにはやっぱ会社員じゃ無理なんですよ、これやっぱり。まあそれはね、それは分かる、うん、また元に戻るけど、そこは最終的にその通りだと思いますよ、うん。やっぱ事業をやってる人じゃないとそういう見方できないんですよね。やっぱりそのワクワクって、まあ、僕が定義してるワクワクイコール24時間仕事をするっていうのがワクワクの僕の中でイコールですよ、うん、を肯定とするのであれば、会社員っていうのはいわゆる時間という枠で踊らされてるっていう意味だけど、業務をしないといけない、うん。でも経営者に関してはもう時間だって関係なく1時間100円でもやる世界だから、まあそういうことなんですね、多分ね、うんうん。だからな、このワクワクっていうのはつまり愛ちゃん何言ってるかって言うと、多分やっぱりね、そのライフワーク的なもんですよ。ライフワークっていうのはそのまあ、ご飯食べる時間も寝る時間はあるとしても、一日の大多数の時間を使う仕事みたいな時間ですよ、うん、商売ね。でここをやっぱワクワクできるようにしてたら商売なんか成功するよねっていうこと多分言いたいと思う、うん、そうです。だから結局今は要は、まあ、お金を稼いでる稼いでる置いといて、すごく自分の体の調子はいいわけですよ。でそれを分析したんですよ、うん、
うん、ただよ、2、3ヶ月前って、そこもなんかうまく調子悪いなと、気持ち的に乗らないなと思ってたんですけど、じゃあなんで今乗ってるのかなと思うと、やっぱり好きなことやってるんですよ。で、うん、好きなことで成功も、なんか少しずつ、あ、うまくいった、あ、こうやればうまくできるんだなっていう、全部、自分がやっと振り落ちる言語化ができたんですよ。そうしたら、あ、これワクワクが全てなんだなっていう結論に至って、じゃあそのワクワクの、なんだろう、分解すると何なんだろうなってすごい疑問を持ったんですよね、最近ね。そう。うん、それで質問だった。うん。いや、あるところ僕、そのさっき言った、その、余暇の遊びの、趣味の遊びの、その麻酔を、エンタメという麻酔を打たれてる状態のワクワクっていうのじゃなくて、愛ちゃんが言うようなワクワクっていうのは多分な、うん、自分が今何か行動してやってること、頭使って体使って、はいはいはい、うん、何か作業してることが未来に必ずつながるっていう確信持ててるっていう感じだと思うんですよ、多分。ああ、それはある。うん、そうだね。うん、うん、それはある、うんうん。これはだから要は会社員的な人で未来に何も確信持てなく仕事やってるって、これは辛いと思うんですよ、やっぱ。ああ、やっぱり未来が見えてる部分って大事なんだね。自分がやってることの成果が確実に、で、未来に、未来へ繋がってると確信ですよ。だからやるわけでしょ、一生懸命、念頭でも。ああ、もちろんもちろん。うん、だって、それが結果的にもう分かってるんで、結果が。はい、いや、途中、暗中模索もあったり、これは無理だって挫折する時もあるけど、はいはい、それも必ず自分やったらできるっていう確信を持って進んでるわけでしょ。うん、ある程度の方向性は自分の中でこうだなって。あるでしょ。うん、あるあるある。で、それを進めていって、進めてやっていけばやっていくほど、できればできるようになっていくほど、確信につながっていくわけでしょ。うん、それを、要は、石橋を叩くじゃないと、やりながら変えてるって感じ。うん、それでまた成果が出ると楽しいでしょ。うん、そうそう、それは不思議なんだよね。だからそのでこういうプロセスなんだってのが分かるんで、うん、だからまた次自信持って次のプロダクトへ進めるって形だ、ね、そう、うん、それのずっと繰り返し。だこれ体験すれば無理ですよ、やっぱ。うん、そうだ、その体験するためにはどうするかっていうと、まず思考を変えるのが大事ってじゃないですか。あの、要は思考っていうのはその経営的な思考を持つことが大事って、だから要は、会社には無理なのは大事って。で、第二ステップのは未来を描くっていうんですけど、じゃあ未来を描くにはどうすればいいかって話なんですか、逆に言ってると。だって未来を描くっていうのは僕も自然的に、あ、これ確証だなってみんなに言われて、あ、こうだな、やってみた、実行した、実際成果が出た、あ、そういうことだよねっていうのは見えたんですけど、でもそれを見える人っているじゃないですか。じゃあどうすれば、未来って見えるのかね。とにかく多く思考して、多く行動して、多くやってみるってことですよ。やっぱり行動してやって動くしかないってことですよね。これはもうそれしかないよ、だって。あ、だってじゃあな、今までその学校、子供の時学校行って大学まで行ってね、官僚になったり役人になったりね、してる人っていろんなとこ知らんわけでしょ、その道しか。知らん。まあ要はその型にやったレールの道で動いてる人って感じですかね。それはね、いろんな、それは本読んだりネット見たり、うん、いろんなこと頭の中では知ってて知識としてはあるやろうけど、うんうん、実体験でやってなかったら、うん、そらなかなかそこはいかんよ、やっぱ。だからね、やっぱ何でもかんでもやってみるってことやと思うんですよ、もう。やっぱりいつも通り、では結局何事もこの状況とかものとかっていうのはまず構造して動けってことは動きながら、だからさっきの間の、うん、船のその修理の話とかな、そのマリンの業界の話もそうやけど、そこいかんと当たらんでしょ、そもそも。結局元はそこだよな、やっぱりな。でもそこに気づかないっていうか、僕もほら抹茶にいわゆるこれ対談しながらコンサートしてるされてるみたいな感覚だから、それである程度その見えてきてるけど、そうじゃない人たちにとっては難しいよね。だってもう難しいですよ。だから自分はこれまでこれぐらいでいいとか、別にそんな、そうですね、うん、そこまでしてそのワクワクして仕事したくないとか熱くないとか、そうだよね。いや、そこまではなりたくないとかな、うん、まあ、めんどくさいしとかしんどいしとか、はいはいはい、もうそんなこと言われたら無理ですよ、そりゃもう。だって本当そうですよね。そうもないよ、そんな、そうですよね。そういう人に何言ったって無駄ですよ、もう。無駄ですよね、そうですよね、うん、話する理由もないしな、うんうん、だからやっぱりね、好奇心っていうかな、前へ、やっぱり一回一度だきりの人生なんでね、日体として、うん、そうだね、そうだね、やっぱ前へ何でも顔突っ込んで、やっぱりいろんなことやって、なんていうかな、経済的にも裕福になりたいし、自分も楽しくなりたいし、家族も、うん、その豊かになりたいし、ね、そうそうそう、みたいな、やっぱな、
やっぱ向上心もなかった。でもやっぱりこれ本当に今回の話はね、みんな聞いてほしいっすよ本当に。だってその多分ほとんどの人が24時間働けるようになったら生産性も上がるし、自分もハッピーになるし、好きだしっていう、一石二鳥じゃない、一石何鳥にもなるじゃないですか。だから向上心みたいなものがないと、やっぱ新しいことにチャレンジしようとせえへんわな、やっぱ。そもそもそうなってくると、すごい突っ込んだ話です。向上心ってそもそもなんだよって話になってくると。要は、なぜなぜになってくるんですよ、僕の中で。じゃあ向上心、俺の場合はな。はい。まあ俗っぽい経済的な話で言うと、俺の場合はどの業、例えばこの業界切り込んでも絶対勝てるっていうイメージ持ってるんですよ。それ時間ないし、それマッチャンマッチャンで言うですよね。関係ないですね。いやいや、言うって言うけど、俺別にそのなんか知識あるわけでもないしのあれだけど、な大したあれじゃないけど、ただ思い込みがあるって感じですよ。あ、うん、要は信じる力があるってことね。要は根拠なき自信ですよ。ああ自信が、あでも根拠なき自信って大事、ね、だから、ね、自分への信仰心が熱いみたいな。あ、神の信仰心じゃなくて自分自身の信仰、自分ができる可能性を信じてるってことか。でもそれが一番やと思うよ、俺。でもあ、やっぱり自分自身をマインドコントロールすることが大事ってことか。そうやと思う。あ、なるほどね、おもろいね。だから一番ウケたわ。どこと比較してとか、誰と比較して劣るっていう発想はないわけですよ。ああ、そうか。いや、でも確かにみんなね、すごく話取れちゃいますけど、その他の人と比較するからね。だからどこへ突撃してもやってやるぜみたいな。あ、面白いね。いや、結構これ、ね、なると新しいことしたくなるわけよ、またやっぱりこれね、悩んでる人が多いと思う。なかなか特に会社員の人だし、独立した人もそう、僕もそうですもん。だって僕自身の体験談話しちゃうと、やっぱり独立してなんだろうな、独立するまではみんなできるんですよ、要は勢いでね、要はできるんだけど、その後になんで24時間仕事するんだっけって思うんですよ、うん、でやっぱりそこってなぜかっていうと、要は今やってる仕事とかにワクワクしないからなんだと思ったんですよね、うんうん、だから結局それがあったから、結局そこの人たちにとってもそのなんちゃんとそのプロセスを教えてもらえる人っていないから、うん、めっちゃ大事だなっていうのは思いましたね今。あまりにもな、だから要はまあそれは確かにね、その、うん、その経済的に豊かになるためとかな、まあ現実問題、商売とかビジネスとか生活にしてもやっぱマネーいるわけなんで、まあ、それは確かにそれは必要なんでね、そのためっていうのはあんねんけど、うん、あまりにもそこへ行き過ぎるとな、やっぱり、うんうん、でじゃあ軸は何なんって言ったら、俺の場合はやっぱ考え、まあ自分の次の商売もそうやけど、なんか今のね、今のやってることもそうやけど、プロダクトっていうかな、プロデュースっていう考え方の元にあるのはブランドなんですよ、やっぱ。あ、ブランド化、うん、やっぱりその組織っていうか過去もブランド化するし、うん、で人間それぞれもブランドっていうプライドやと思うんですよ、うんうん、でやっぱりその自分をブランド化していかないと、なかなか、え、ごめんなさい、自分をブランド化ってどういうこと？自分はこういう人間だと、こういうプロデュース、自分はどういう人間かっていうのを作り上げていくってことね。プロデュースしていくってことですよ、まあ、セルフプロデュースみたいなもんか。で、自分、そうなると自分のやりたいこともプロデュースできるようになっていくと。で、自分の人生もプロデュースできるようになっていくと。さらになんか根拠のない自信がもっといっぱいくっついてきて。だから、まっちゃんめんどくさいって言うんですけど、そういうのを教える人になったらみんなから喜ばれますよ。あ、ちょっと今日有料教育行き過ぎたかな、これ。いや、違う。まあいいよ、これはどっちかっていうと、まっちゃんの本質的に教えたいことではないじゃないですか。もっと要はこの上の層だと思うんですけど、これはいいんですよ。だってマスターにとってはこれは全然 YouTube で発信するべきな内容だと思ってるんでいいんですけど、でも本当にすごいね。だからまっちゃん自身がもしこの内容も有料化しても多分売れるんだろうなと思うし、逆に僕自身が助かりますもん、めっちゃ話聞いて、あ、そうだよねって。だからな、うん、もうこの動画では何回も言ってるけど、もっと自信持っていいと思うんですよ、から自信中かな。うん、で、うん、でいろんな人にいろんな話アドバイスすんねんで、昔からこういうことな、うん、ただそうは言われてもみたいな人が多いわけよ。あ、それは素直に受け入れないでしょ、みんな。うん、そうは言われてもっていう、そのなんていうかな、うん、なんていうかな、理由を探す、
できないというか。ああ、それは、いつも、個的な思考の問題な気がする。その、できないとか、でもとか、いろんな言葉使うのは、それはそもそも、なんだろう、人間という、なんか、してやるなんですけど、それは、そもそもな、根元の部分の問題だと思うんで、まっちどこでできない、うん、そこでやらない理由、できない理由、うん、それは無理だと思う。プロデュースできない理由を探り出すと、キレがないんだ、ね。ない、それは違うと思う。それはあくまでも、できるって仮定って、騙されたと思って、一員やってみればいいんですよ。でも俺、その時、やっぱりいつも思うのは、何を怖がってんのよ、と思うわけ、はい。いや、それは、怖がってるのは、過去に失敗した経験が多いからです、多分これ。俺いつもこの動画でも何回も言ってるけど、そもそも失うもんなんて何もないと思うとか。いや、その、ほら、あのね、ほら、まあ、それで一番最初の話にも戻るんですけど、そもそもなんですけど、みんな知らないじゃないですか。お金の部分のもそうだし、世の中のことだって、そこがいきなり話であって、その、僕もまっちゃんと会う前は、借金は怖いものだとか、物今持ってるものを失うと、要は路頭に迷って死んじゃう行為になるかって言われた、思ってたんですけど、でも、まっちゃんの話聞いてると、いや、待てよと。いや、日本そんな優れてるし、生活保護もできるし、失敗したとしても生きていけるし、なんとかなるやんと。まあ、最悪離婚して僕だけ違うとこに行けば、まあ、最悪家族はね、守られるし、もっと良くなるだろうって思うと、あれ？こんな不安になること全くねえなと思ったんですよね。何にもないんですよ、そもそも。何にもないのにも関わらず、うん、人間というのはそうなりたくない、今より下のレベルに行きたくないっていう防衛本能が働くじゃないですか。だからそのために守るものは守って投資をしなくなる、要は実行もしなくなる、時間も使わなくなる、だから最終的にお金のお金といってお金の亡者になって嫌な人間になる、そうすると人が集まらなくなるってなるんだろうなと思う。だからね、現状で満足するというか、現状を守るみたいなやつになると硬直感になっていくんですよ。もうチャレンジしないっていうのは、ね、もうそこの自分の椅子を守り続けるみたいな話になるかな。これまあ政治家とか官僚なんか一緒ですよ。やってることな、大企業のなんかそこら辺の仕事せえへん部長とかな、はい、そういう話ですよ。でね、はい、まあうちの娘の学校中退したっていう話じゃないけどな、まあ一回な、そのなんていうかな、大した話じゃないけどな、中学卒のただの何のあれもないような人間に戻ったら無上がるしかないわけでしょ、結局はいろんなもん、うん、もう脱ぎ捨ててな、うん、ほんなら一回元へ戻る、要は今まで歩んできたところを一回クラッシュさせて、自分でクラッシュさせて元へ戻ると違う道がまた出来上がってくるんですよ、右も左も。だってもともとはエリートだった娘さんが、その、まあ、エリートなのか分かんないですけど、いいところで育ったエリート娘がですよ。それが、普通だったらそのままやって進学するわけじゃないですか。うん、でも途中で高校中退して挫折して、いろんな人の、要は厳しい意見も受けつつ、社会も増えて、本人がどんどん進化してくるんですよね。そういうことなんですよ。ね、うん、そういうことなんですよ。だから、学校の勉強だけが、なんていうのかな。その評価とか進化って思いがちなんですけど、うん、全然違うんですよ。あ、それは本当にみんな言ってますね。いわゆる著者であるホリエモンさんっていう方でもよく N 高校を作った理由もそういうふうに言ってまして、結局リスクが高校はないし、でもみんな行動もしないから結局行動しないってことなんでしょう、ね、そうだからな、経験が本当の財産になるっていうことを体験せんとダメなんですよ、うん、失敗したとかな、うん、成功も失敗も、うんうん、でその怯えながらな、失敗、その何ていうかな、自分の椅子をこうんじがらめに守りながらな、小さい箱庭みたいなところに閉じこもってじーってしてたってな、はいはいはい、うん、前進まんし、もう衰退あるのみなんぞ、そんなもう、うん、低迷して、で成長しないわけよ、成長。でな、もっとな、分かりやすい言うとな、簡単に愛ちゃん言うけどな、どうぞ、これからまあ、この2、3年、ものすごい混乱になってくるんですよ。新しい時代入れ替わるときってな、はいはい、で自由な発想がなかったらもう前行けないんですよ、そういうときっていうのは、はい、要は、はい、新しいものを作り上げていかなあかんねんから、わかる、はい、うん、だからそういう人たちっていうのはやっぱり失敗した経験、成功も含めてな、経験の数が多ければ多いほど、なんていうか頭が柔らかいんで、そういう人たちって、ね、年齢問わず、はい、だから右へ左でもどっちでも自由、分かりやすいからね、はい、簡単に言うとね、生き残るものはやっぱ変化をできる人なんですよ、やっぱ、はいはい、ついていける人、ついていくというか変化を好む人ですよ、はいはい、うん、変化を嫌がる人っていうのはなかなか難しいですよ、もうこの先は、うん、これ分かるやろ、簡単に100%分かりますね、はい、で変化を好む人って喋ってて楽しいやろ、なんか、うん、いやいや
変化、あ、なんだろうな、世の中の変化が楽しくなりますよね。あ、だから変化を楽しむ人って、これもいいよね、これやってみようか、楽しいよな、これ。ね、うん、で変化を嫌がる人の特徴っていうのは、できへん理由を探すわけですよ。できない理由と、それに関して嫉妬だったりとかやりやって、まずそれを数値としてちゃんと見ない。いや、これやったらこういう失敗があるんじゃないかとかな。うん、だから結局、なんかやるときにやっぱりやらないよね、結局ね。だからその前に楽しそうっていうのが、感情がないっていうのは気の毒もな。まあ、気の毒、まあ、これは、ね、人間学でしょうがないよね。人間学としてしょうがないですよ、そこだって、そういうもんですもん、うん、そうだから、楽しむっていう感情もみんな、子供の頃はみんなあるんですよ、要は、うん、感情的に五感みたいな感じで、要は、ねえ、そのあるんでしょうけど、それがもう、果たしてきたあたりから、どんどん消えていきますよ。まあ、でも、まあ、愛ちゃん、まだ俺より20歳若いからあるけど、まあ、俺ぐらい年になったら、そこへまた戻っていくっていうのがええと思う、いつも言ってるけど。そうです。まあ50歳過ぎたらまた子供の方へ 逆戻りしていく。いやいやいや、でも本当に、でもなんだろう、やっぱりそのまっちゃんのこの話をずっと聞いてて、結局ね、もうすぐ1年ぐらいかになりますけど、変わりますね、人間っていっぱいシャワー浴びてるとね。そうそう、だからな、これ見てくれてる、いつも見てくれてる人一般何人かおんねんけどな、必ず見てる人、はいはい、これ一年聞き続けた人間変わるわけよって、これ人間変わるよ、うん、ま、人間、しかもさ、本人言われてないんだもん、要は話聞いてるだけでいいんだもん、聞き手で変わるよ本当に。でもそれを自分ごとにできないんだよね、みんなね。要は結局のところ自分ごとにすることが大事だと思っていて、他人のことだと思っちゃうんですよ。例えばこういう対談でもそうなんですけど、もう全部自分ごとで、自分だったらどう思うか、自分だったらどう返すのかっていうのをしないといけないなっていうのはすごく思いますよね。まあでもいつも聞いてる人は聞いてるってことで自分ごとよ、もうすでに。あ、本当に、あ、まあ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 自分ごとで、でもこんなわけのわからん話、毎週聞いてる人ってちょっとおかしい人やからな、大体。あ、まあ、頭ずれてますね。はい、あ、やばい、してる。いや、まあ、僕も毎週よく、まあ、こう収録でもこう話聞いてるけど、でも自分の変化は感じてます、やっぱり。いや、でもこれな、うん、無料でな、無料でこんな勉強できるってええ時代もあるもん、ほんま。いや、まあでもこれ、ずっと録画やんなかったら、ない、やんないでしょ、あんまり、こういうこと。これな、学校は朝9時から、な、夕方の4時まで行くより、1時間これ聞いてるわ、これでもええんだろうかなと、それは、それは思う。それは、でも、あの、たぶん、そういう立場になった人が聞くといいけど、違う立場から見ると、何やってんの、おめえらっていうふうになってるわけですよ。言ってる内容が分かんないから、それ共通言語がないから。うんうん、だからまあでもそういう意味だと人を選ぶからいいんじゃないですか。まあ、まずこれそのものは経営者であって、経営者で、ね、起業したけどなかなか、なんだろうな、売り上げが上がらなかったりとかって悩んでる人だったりとか、人生はこんなもんかって思ってる人だったりとか、もしくは会社員でなんか今の環境を抜け出したいけどもやもやしててっていう人たちが見るといいきっかけになるんじゃないかなとは思いますね。うん、まあね、どっちにしても成長したいっていうかな、そういう人たちが見てるわけじゃない、ね、そうです、成長すれば、そう、成長してない自分たちで聞くのでね、はい、うん、あとだからやっぱりね、結局詰まるところ、俗っぽい話でいくとマインドセットみたいな話になるんですよ。、まあ、でもマインドセットはもう常識じゃないですか、うんうん、そうね、マインドセットがある状態で今があるから、でもまあうさんくさいって言われるとそうなんですけどね。そうで、マインドセット的な話って結局何なんかって言ったら、やっぱり、まあ、あんまり周りに同調しないっていうことが軸になると思う。うん、そうね。だから変わった人がええよ、やっぱ。まあまあ、これ見てるとみんな変わった人やろうかな、大体。個性豊かはいいけど、その個性豊かをどうやって生かすかっていうのを、まず個性豊かを持っている人で悩むんですよ。僕もそうでしたけど、やっぱり。でも今は吹っ切ればいいってなるんですけどって感じですかね。そう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 。まあだからな、ちょっと変わった世の中のはみ出し者みたいな人がこれ見て元気になってくれたら。そうだね。まっちゃん自身がはみ出し者って始まりなのね。超はみ出し者。え、最近裸でやってるんですか？あの、裸でちゃんといるんですか？あの、夏とかは全部。いや、今まあちょっと寒いからな、冬の間。あ、いやいや、今じゃなくて、要は夏場になると、いまだに、ほら、前お会いした時みたいに裸で。もう、ね、上は結構裸でうろうろしてるよ、俺。なんか、結構南国の人みたいな。あ、やっぱりそうなんだ。やっぱりそこが、やっぱり上司ですわ。やっぱり毎回、最初、一番最初に覚えたの覚えてるんですよ、まだ。なんかフィリピンかどっかの人みたいなのな、俺。まあ、でも、
それがまっちゃんなんでね。はい、じゃ楽しみですね、またね。今日の話はこんなもんなんかな、はい、こんなもんで大丈夫です。だから、要はもう分かってるのは、その若枠っていうのは結局行動しろっていうのは最終的に紐ついたっていうので言語ができたので、まあぜひワクワクをしたいっていう人たちは見るようにちょっと頑張って宣伝します。だから、まあ何でもいいんでね、行動して感動するってことですよ。はい、で、行動して感動して、その感動を今度自分の商売にしてしまうってことですよ。はい、でその世の今度自分が世の中に感動させるような方向へ持っていきゃいいわけですよ。はいはいはい、うん、ほんならもっと頭それをブラッシュアップ、その今目の前にあった感動をもっとあもっとすごいものにして世の中に提供すると。そう、ね、これがそのこういう作業をしていくってことですよ。ほんだらそのエンタメの中で注射を打たれたそのワクワクよりは全然違う、自分が世の中に今度提供しようってなった時、うん、作る時でもっとワクワクするかな。もうやっぱりもうワクワクの連鎖ですよ、うん、やっぱりそれが一番いいですよ、うん、そういう話なんですよ。だから与えられたワクワクよりも自分が世の中に与えるワクワクを作るみたいな、それがやっぱり、ワクワクだから全員そうだけど、自分の得意なものもそうだけど、ワクワクから得意なものを生み出すっていう、要はみんな感情だからね、その話ちょっと長くなっちゃってますけど、その物を買うという原理も感情が動くじゃないですか。うん、感情が動いて物を買ってその商品を使うという感情の部分にもワクワクって潜んでるから、まあそこから最初の人は分解したらもういいんじゃないかってのは思いましたね。そうよ、そういうことです。なんで買ったのかな、これを商品買ったのかな、じゃあそのワクワクってどこから来てるんだな、じゃあそのワクワクをビジネスにしようって変換して、それを要は今のビジネスワークにはめ込んでやればいいんだろうなっていうのは、そうそう、だからライフワークの中にそれを取り入れていけばいいわけだけですよ。ですよね、ビジネスワークでね、まあ、そういうことが分かりやすい答えでした。提供される側と提供する側っていうのは全く違うんだね、これ、うん、それは意識しないといけないよね。いや、提供されてる側にいるんだなっていうのを、真逆やからな、いないといけないから、うん、まあ、だから経営者とサラリーマンっていうのが根本的に違うし、サラリーマンの中でも副業で成功する人と副業で成功しない人の違い、その副業で成功する人ってはみんなワクワクを持ってるから、それで稼げない、お金が稼げるっていう、まあ、通貨が増えるっていう仕組みですよね。だから、結果はできました。提供される側っていうのは、やっぱり成長する過程がない遊びやからな。そうね、そうね、そうね。で、提供する側になると、成長せざるを得ない。そうね、そうね、そうね。で、結局人っていうのは、仕事的なもんでしか成長できないんですよ、人って。毎日寝とったら成長せえへんのと一緒でな。無理よね、だから、やっぱり自分への鍛錬っていうのはな、商売やからな。まあ、でもそれをワクワクする好きなものを取り入れていこうと思ったら、そういう発想を持つってことですよ。それを持てば、だって無敵ですよ。だって。無敵でしょ、そんなもん。いや、無敵に決まっていますよ。だって他の人がやらないことを、その人は別にご飯と自分のやるべきこと以外のはその時間に集中できるので、それは申し訳ないですけど、圧倒的な差が生まれますよ。それは生まれるよ。1日、うん、例えば1日5時間でもな、うん、1日5時間でも中身もさらに濃いと、そう、それメーカーにしたら何時間なんのよみたいな話。だからそれがね、意味、要はこの前言った富裕層だろうが一般の人だろうが公平な人でも時間というものは絶対なくならない本質になるんですよ。そういうこと。いや、もう全部紐づきましたで、これがされて10年経ち、はい、20年経ったら偉い差になってるわけですよ、うん、だから常にやっぱりそれをワクワクを持ってるものというのをやろうってことですね、うん、そういうことです。はい、はいはい、そんなことで今日は綺麗に終わりました。はいありがとうございます。はい、じゃあ今日この辺で、はい、また、来週よろしくお願いします。はい、はい、では失礼します。